今回紹介するのは「弱虫の花」という本です生誕300年記念 NHK スペシャルでも紹介された新義王子の天井が独占公開200年間非公開だった弱虫最後の大作167年全天オールカラー解説童貞付き未公開の弱虫がいきなりこの本で大公開とはびっ びっくりしました。全部の絵を網羅してくれているので、若冲ファンにとってはとても素晴らしい本です。 非公開だった新・義王子の167枚の弱虫による天井画を独占公開詳細な解説とわかりやすくまとめられた弱虫の生涯と時代そして何よりも弱虫の描いた花々の空気感が伝わる写真2016年11月10日から13日に「ハシン・ギオウジ」が特別公開するとのことこの本が良きガイドブックになることは間違いなし以上 興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。